はい、皆さんこんにちは、ゲームイズモンスターナウシカノです。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズモンスターのシロです。はい、突然ですが、今日はですね、あのモンストじゃなく、モンストではあるんですけど、それと同期して同じキャラを使って遊ぶことができる、モンストスタジアム、モンストスタジアム、はい、モンストスタジアムのうまいところをちょっと見せたいなと。はい、はい、まだまあ練習はねこれからも続けるんですけど、あの、モンスト班で誰がモンスターが一番うまいかと。はい、モンストスタジアムが一番うまいかと、これに決まってんじゃん、はい、まあこの自信がどこから来るのかわからないですけど、この勝敗をね、まずいつも動画に出てる僕とナウシカさんで勝敗を消したいと、はい、でそのタイムを競うわけですよ、で今回やるのは水の怪獣、水の怪獣ですね、あの聖剣雑魚がいっぱい出てくる有名な、で大体タイムで言うと2分半、2分40秒ぐらいでもう早いって言われるタイム、早いね、早いって言われるタイム、カップラーメンもね、はい、そんな食べれちゃうじゃあもうやろうか、はい、あ、そうですね、早速じゃあやりますか。もう今立ててる、はい、あ、もう立ててるんですね。はい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 、じゃあちょっと今参加させていただきますと、はいはい、じゃあ今回のパーティーはというと、自分がリボンの神化とマモン進化神化、あとはアリスの神化と、でも自分がコルセラ神化、はい、アルキメデス神化、はい、クフリン、進化、はい、半金の重心回線、はいはい、行ってみましょう。はい、じゃあいきますか早速。はい、まあね、まあね、ガチ対決ですけど、はい、まあ、そう、ガチ対決雑談しながらちょっとね、まあ、どんなもんかと、そうですね、はい、手順っていうよりはね、ちょっとね、まあ、雑談しながらやっていこうかと。そうそうそう、はい、でまあガチ勝負なんでね、まあ本当1位か2位です、はい、1位か2位1位か2位しかないですが、はい、まあ、もう勝つか負けるかの世界なんですね。そう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 、はい、と来ましたと。最初がね、最初がね、結構難しいんですよね。難しいんだよ、はい、ここがなんてで抜けれるかですよね、もうここに関しても。あ、はいはい、これはね、意外と難しいんですよ。はい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 、なんだろう、あの結構砂時計の運とかもね、関わってくるんですよね、ここは。半金とか積んどくと、ほんとそうなって、そうですね、半金がいかに短縮できるかとかでも変わってくるんでね、はい、今回の場合は、お、優勢だ。互角ですか、多分ほぼ互角、あ、ほぼ互角ですね、はいはいはい。で結構配置が大事になるクエストですよね、これ。またこれ、バグじゃないの、壁の中にやっぱあるんですよ、壁の中に入ってるんですね、これ。結構ね、壁の中に配置するのが逆に大事になってくるんで、なんかこういうのありますよね、壁の中に入ってるバグじゃないの、これ仕様ですね、もう完全に、これ壁の中に配置できてないと、はいはい、むっちゃタイムロス、ね、そうですね、かなりタイムロスになっちゃうんで、全然だって、はい、今回違うよね、その移動するのを待ってたらさ、そうそうそうっすね、いけないもん、大体1手か2手くらい変わってきちゃうんで、やっぱ配置大事ですよね、ここ。これやばいな、今回ちょっと自分配置ミスっちゃったんで。自分ミスった、はい、だいたい速い人だとね、もうここ45秒とかで突破してるんですよね。はい、まあちょっと後半で巻き返しましょうと。はい、今回ちょっと配置がうまくいきました。はい、はい、行かれたか、ちょっと、あ、結構かかってんな、はい、抜けてるんだ。はい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 、あのね、もう結構ね、その隙間にね、はまっていくゲームになっちゃうんで、もう壁ドンの SS だったりとか、そのマモンの隙間に入っていく SS だったりが強い、ね、そうだ、ね、もうずるいんだよ、マモンばっかりでも半金いないですからね、半金いないですからその分半金いないんで、まあ、その辺はちょっとね、難しいですよね、はいはいはい、なんですかそれ、はい、でも半金はね、まあ、でも半金でワンチャンがあるんで、ね、最後確かに、そう、半金は自分がね、下ってる間に、そうそう、砂時計うまくいっちゃうと、はい、そう、最後もうワンパンできちゃうという、ね、なっちゃうんですよね、うん、なかなかね、2分半ってタイムをね、ちょっと巻き返したぞ、難しいんですよね。はい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 、またこれ壁の中入ってるよ、難しいっすね。はい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 、はい、ここからなんですよね、壁の中入るのがほんとね、はい、そう、壁の中に入ってるのがね、かなり難しいですよね、うん、でもマモンが良さげっすね、個人的にはやっぱ。マモンほんとずるいんすよね、うん、マモン連れてる時点でやっぱりちょっとね、はい、もうそれでプラス、はい、プラス10秒ぐらいなんで背負ってるの、はい、そんなに変わります？そんな変わるか、まあ、でも確かにでもこれ、うん、勝ったかもしんない、マジですか。でもね、うちのマモンちゃんがね、ヒーフになってるから、いや、こっからうちの半金がね、はい、ヒーフ君、ヒーフ君キャラはお互いいると、はいはいまあでも弱点の位置とかもね、結構決まってくるんですよね、この最後のマップで右側に弱点来られちゃったりすると結構厳しかったね。ああ、もうこれ、うん、さっさとやりたいな。そうっすね、これは結構3分切るのギリギリぐらいかな、大体。あ、クリアしてる、クリアしてる、まさかのねまさかのね、クリアしたんすか、半金じゃなくて、はい、クングーが仕事した、はい、いや、いや、いや
はい、今回はナナシカさんの勝ちということで、はい、早っ、3分切ってる。これ結構早いタイムですよね。マジで、いくつ、はい、早っ、3分切ってるんで、これ早いよ、早いですよ。これよ、地区予選ぐらい突破したんじゃない、はいはいはい、あ、地区予選地区予選は多分突破タイムですよね。わかんないですけど、はい、だいたい僕が今普通にやってても多分3分15秒、20秒ぐらいかかってたんで、早いっすよね。早かった、だいぶ早いタイムですね。びっくりした、すごいな。まあね、そうそう、はいはいはい、ね、これでも2人でやったら、うん、そうっすね、もっと早いチームと組めるよ、ね、もっと早い組めますよね。1位と2位なんでね、うん、確かに1位、うん、1位と2位がいればだいぶ早くなる、はい、確かにね、マモンと半金両方使ってとか、ね、そうそう、ちょっとね、うん、腕に自信がある人とね、ちょっとやってみたい、やってみたいですね。もう全国の強者と、ね、これやっぱね、うん、みんなでやったら絶対面白いですね。まあ2人でやっても面白いんですけど、うん、もうほんと 4-4 で、はい、もうね、やるのが絶対いいんで、そうですね、はい、まあ、皆さんに分かってらっしゃると思うんですけど、はい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 、ぜひぜひちょっとね、うん、ね、なんかのこれフラグかもしれないですけどね。フラグかもしれないですけどね。はい、そうですね、はい、じゃあちょっと今回はね、またご、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。